こんにちは。痴漢冤罪にご注意です。命を落とすことにもなりかねません。以前ですね、この私の動画でも、高知白バイ事件についてお伝えしました。白バイ事件は、犯人とされているバスの運転手さんは、全く罪がないというふうに私は確信しております。それはですね、停止したバスに乱暴運転の白バイが勝手にぶつかって自損事故を起こしたのに、保険金欲しさに警察が裁判所その他とグルになってですね、この何の罪もない停車中のバスの運転手さんをバスが動いていた、バスの過失だということでやり込めて、なんと有罪禁錮刑にしてですね、まんまと保険金を騙し取ったという事件ですね。関係者は知らぬ存ぜぬ。しかし、それを見ていた一般市民、当時高校生23人、そしてマスコミの現場検証、度重なる追及、すべて、のらりくらりと、かわす手法で、結局は、事実をねじ曲げて、とんでもない、事件を、闇に葬ったわけなんですよね。さあ、そして今回はですね、この後動画つけておきますけども、ある、意志の強い青年、その方が、飲み会から帰り、普通に帰ろうとしていたら、いきなり痴漢の容疑を、ある女性からかけられ、そしてですね、その女性の連れ合いが、暴力でその青年をねじ伏せたもんですから、傷害罪を受けたということでね、その方が、傷害罪について自分は被害者ということで、警察に納得してもらって、現場を見てもらいました。そのために事情を聞きたいということで、署の方に行くと、お前は痴漢をやったんだということで、全く違う件でですね、結局、そちらの方も、警察が、刑事が全くこの青年のことを聞き入れることもなく、一方的な言い方で追い詰めたんですね。その青年は無実を証明するために命を自ら落とすことを決めました。そのわずか数時間後です。こんなことが本当に許されていいんでしょうか。その後、警察は知らぬ存ぜぬといつもの方法で誰一人裁かれることなく口を拭って知らんぷりというね、こんな事件でございます。それでは動画の方をつけておきますので、続きをどうぞ。ある事件を追跡します。こちらは去年12月11日、地下鉄に身を投げ、自ら命を絶った原田信介さん、当時25歳です。原田さんは自殺するおよそ7時間前、新宿駅で痴漢の疑いをかけられ、警察の取り調べを受けていました。しかし、その容疑や取り調べの内容を取材すると、様々な問題点が浮かび上がったのです。そして実は、その7時間前の一部始終が、こちらの IC レコーダーに記録されていました。果たしてその内容が伝えるものとは、VTR をご覧ください。いや、すみません、私は何もしてないから。あなたはそうだけども、相手としてはそういうことで、あなたのことを、ね、犯人だと思ったから、やはり取り押さえた。私は犯人ではないんですよ。警察官に対し、無実を訴える声を記録した IC レコーダー。都内の美術大学職員だった原田信介さん、当時25歳。原田さんは、この音声が記録されたおよそ4時間後、地下鉄に身を投げ、死亡した。駆けつけた時に、息子を見た時に、もう別人のように、顔が膨らんでいたので、ああ、息子じゃなかった、人違いでよかった、と思いましたが、やはりよく見ると息子でした。一人息子に一体何があったのか。搬送先の病院で変わり果てた息子の姿と対面した母親は、遺品の中から IC レコーダーを見つけた。女性があなたと覚えてまして、覚えてるというのはどういうことですか。顔を見て、顔を見て、お腹を触られた。そこには原田さんが亡くなるまでの一部始終が記録されていたんだ。年の暮れも迫った去年12月10日午後11時、原田さんは転職先の依頼の職員が開いてくれた歓迎会を終え、 JR 新宿駅から自宅のある駒込に向かおうとしていた。そこで事件は起きた。原田さんとすれ違った女子大学生がお腹を触られたと訴えました。それを聞き、一緒にいた男子大学生は階段を上っていた原田さんにつかみかかり、もみ合いになったというのです。警視庁によると、サークルの飲み会帰りだった女子大学生ら3人は、駅のホームから階段を上り、通路を歩いていた。原田さんは逆にホームに向かい、3人とすれ違う。その際、原田さんが女子大学生のお腹を撫でるように一瞬触ったというのだ。一緒にいた男子大学生ともみ合いになった原田さんは、暴行を受けていると110番通報。交番で自分が暴行の被害者だと訴えたが、車が来ましたので、警察署の方に乗ってください。名目は説明してもらっていいですか。どういう名目ですか。でもあなたは被害者として、もちろんそれでいいですから。あなた被疑者じゃないでしょ、被害者でしょ、被害者の立場なんですから。ではそれでね、ちょっと申し訳ないけど、専門の刑事さんの判断をね、いただきに。原田さんは新宿警察署に移送され、ところがそこで待っていたのは予期せぬ対応だった。取り調べということはどういうことですか。私は任意でこちらにお伺いしたんですが、こちらで今あなたはですね、痴漢の被疑者ということで、ちょっと待ってください。被疑者ということは、それを疑いでこちらに、疑いということはどういうことですか。疑いです。暴行の被害者としてではなく、痴漢の容疑者としての取り調べが始まったんだ。原田さんはこの時、英会話の講義などを録音するため、普段から持ち歩いていた IC レコーダーに警察官とやり取りを記録していた。そこには、
痴漢の容疑を否定する原田さんと警察官のやり取りが残されていた。やり取りの状況は、そちらは、それは知らないです。要はね、あなた自身の心の中にも、もしですよ、という意味があるんであれば、この方、見てもらいたいというのが調子いい話です。それはないです。ないです。ないです。だからこれ、全部変更するんですか。もう話が、あなたも変わってます。あなたも変わってます。自分変更で直るんですか。変わってないです。変えなしてください。今も言いましたけども、私は本当に振られてるんですよ。あなたが感じると。それは私は全く理解ができないので。うん、自分は痴漢だとしていないと主張する原田さんに対し、警察官は女性が触られた際、原田さんの顔を見たんだと説明する。女性があなたと覚えてまして、覚えてるっていうのはどういうことですか。顔を見て、顔を見て、違った時にお腹を触られた。お腹を、うん、女性が見た時はあなたがいた。女性が見た時は、見た時はってどの時点ですか。お腹を触られた。女性はお腹を触られた時に顔を見た。原田さんは証拠を集めるよう訴える。指紋とか取れないんですか。指紋とか。どこ触られたんですか、この女性の方は。洋服の上がってる。洋服の上なんか反応とか取れないんですか。うん、あのそれはね、それはこれからの話で撮っていただきたいですね。これからの話で新宿に来ないの写真とかあるんですか。それがこっちで撮ってみるとか、目撃者とかですか。そういうことじゃない。私の前に写真とか出てくるんですかね。結局警察官は目撃者を探そうという意思を示さず、さらに原田さんの手だとかの異物採取も行わなかった。痴漢事件をめぐっては、警察庁が去年6月、早期に容疑者や被害者が繊維片や汗などの微物を採取し、可能な限り目撃者の確保に努めることを指示したばかりだった。2時間に及ぶ取り調べの後、日を改めて署に出頭することを確約し、朝5時半、新宿署を後にした。そして1時間後の午前6時40分、原田さんは自宅の駒骨とは離れた横尾の早稲田大学のある地下鉄早稲田駅のホームに入ってきた電車に身を乗りました。原田さんは病院に運ばれましたが、その後亡くなりました。自殺を図ったと見られている原田さん、所持していたレコーダーはその最後の瞬間を記録していた。一人息子はなぜ命を絶ったのか、母直美さんは新宿警察署に対し真相を明らかにしてほしいと求めた。しかし年明けの1月、警視庁は女子大学生から被害届が出たとして原田さんの痴漢容疑で書類送検したのだ。容疑をかけられた人間には人権はないものだろうかと心から思いました。十分な根拠もなく息子が痴漢の容疑者にされたと憤る直美さん。その後の警視庁への取材で意外な事実が明らかになった。事件の状況はどのようなものだったのか。原田さんは駅の方へ歩いていきました。そして反対側から歩いてきた男子学生2人と、後ろを歩いていた女子学生1人とこの辺りですれ違います。女子学生はお腹を触られたと思い後ろを振り返ると、原田さんの後ろ姿があったということです。その瞬間、女子大学生が見たのは原田さんの後ろ姿。そしてこの時点で原田さん以外人はいなかったということですが、触られた女子学生は自分のお腹が触られた瞬間を見ておらず、さらに男子学生2人も女子学生の前を歩いていたため、女性がお腹を触られた瞬間は見ていません。女性があなたと覚えてまして、覚えてるっていうのはどういうことですか。顔を見て、顔を見て、触った時にお腹を触られた。触られた瞬間、誰も原田さんの顔を見ていなかったが、取り調べは顔を見ていると話す警察官。警視庁は防犯カメラの映像から女子大学生とすれ違っているのは原田さんだけで、直前には別の女性のお腹を触っているような様子が映っていることなどから原田さんの犯行と断定したという。しかし原田さんと警察官の議論は最後まで平行線をたどっている。全く面識のない男性の方に馬乗り状態にされました。その状況でお前だろお前だろという形で首元を床に何度か叩きつけられました。で、暴行振られてるんですよ。全部あなたの痴漢からと暴行をして、それは犯人を捕まえたという感じ。それは感じ方なので、また宙に浮いて首を伏せられて犬の顔を打ってるんですか。それはあなたの感じ方でしょ。いや、ちょっと待ってください。私は何もしてないよ。あなたはそうだけども、相手としてはそういうことであなたのことを、ね、犯人だと思ったからやれるようされた。それは私は犯人じゃないんですよ。だからあなたのことで、母親の直美さんは今も新宿駅西口に立ち、事件当日の目撃情報の提供を呼びかけている。今回警察が微物鑑定を行わなかったことについて、元東京地検特捜部副部長の若狭弁護士はこう話す。微物鑑定が大事ですよと言っていることが、むしろ逆に、その立件もしくは立証ということの壁になってしまうわけですよね。ですからそれよりもまず自白を得ているということが大事だというふうに現場の警察官が考えることはあり得るんですよね。とにもかくにも微物を採取するということが、今現代における痴漢事件の捜査の、鉄則になっているということは言えると思います。新宿警察署は微物鑑定について、担当捜査員からは原田さんから微物の採取は求められていないと聞いている。この日は原田さんを痴漢の被疑者として取り扱っていなかった。事情聴取は適正に取り行われていて、原田さんの希望により出勤時間まで署内のソファーで仮眠を取ってもらうなど配慮をしたとコメントしている。ご覧いただいたように取り調べの一部始終が収められたこちらの IC レコーダーなんですが、これは実際に原田さんが所持していたものと同型のものなんです。そしてそこに録音された内容と新宿署の我々の取材に対する説明との間には食い違う点があるので、それをこちらに整理してみました。ご覧ください。まず録音内容の冒頭に警察官が痴漢の被疑者として取り調べると発言していましたが、これについて新宿署は原田さんに、また我々の取材に対し被疑者として取り扱っていないと説明しました。また痴漢行為を否認する原田さんに対しては、女性が顔を見ていると説明していたんですが、新宿署は
顔は見ていない、防犯カメラにすれ違う様子が映っていたと我々に説明しました。そして原田さんが洋服の上から反応が取れないかと証拠の採取を求めていたんですが、これについては異物の採取は求められていないとしています。こうした食い違いが何を意味するのか、こちらです。新宿署は今年1月原田さんを痴漢容疑で書類送検しましたが、被疑者死亡のため不起訴処分となっています。また原田さんの遺族は男子学生から暴行を受けたとして東京地検に告訴していて、事実関係についてもさらに捜査が行われると見られていますが、警察の取り調べのあり方についても問われそうです。